では本日も一緒に絵を描いていきましょう。前回の、動画で水の分量と、絵の具の濃さ、スクラッチングもやってみました。今回はそれを絵の中に落とし込んで実践でやっていきたいと思います。水の量ですね、しっかり、コントロールできるようになると、描画がスムーズになるというところでした。Thank you.
こんな感じで、出来上がりました。今回は動画の中で、スクラッチするタイミング、いろんな時にさせていただいたと思います。で、薄塗り、濃い塗り、実際に、絵の中で活用してみました。この動画を見て、あ、なんだか楽しそうに描いてるな、と思っていただけたら、また皆様もご自宅の方で、描いてみていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。またまた。Oh, yeah.